こんにちは、行政書士受験合格チャンネルです。今日はですね、会社法の判例対策として、この譲渡制限に違反した株式譲渡の効力、この判例についてご説明をしていきます。まあ、この判例もですね、会社法で過去ですね、複数回実はですね、出題されている、判例となっていますので、ぜひですね、対策していただければと思います。いや、まだまだ8月暑いですけど、本試験に向けてですね、まあ、このチャンネルでも試験対策ポイント引き続き配信していきたいと思います。まあ、このチャンネルは私が2年目受験で行政書士試験に合格した、受験勉強の経験に基づいて勉強方法、試験対策をお伝えしております。ぜひチャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、どのような事案だったか、ご説明します。ここにですね、まあ、Y 株式会社という会社があるんですけど、この会社に対してですね、この X ですね、まあ、X が、まあ、債権者として約3000万円のこの代金債権ですね、これをまあ、保有していました。まあ、そこでですね、この Y 株式会社がですね、この X に対して代金債務の支払いですね、この支払いの猶予、これを受けるにあたってですね、この X からの求めに応じて、その Y 株式会社の代表取締役である A ですね、 A とですね、まあ、その家族が保有しているこの Y 株式会社の株式ですね、これをですね、まあ、担保としてこの X にですね、交付しました。で、そこでですね、実はですね、この株式がですね、定款で譲渡制限、これがですね、定められていたんですね。にもかかわらずですね、この取締役会の承認なく、この担保ですね、担保設定をしたと。そこでこの A はですね、まあ、定款で譲渡制限が定められているにもかかわらず、取締役会の承認なくこの担保設定をしたということで、この無効ですね、この無効をですね、この A がまあ主張したと、まあ、そのような事案になっています。そこで、まあ、この判例のポイントですね、こちらになります。まあ、この定款による譲渡制限ですね、これに違反した株式譲渡は有効かっていう点ですね、ここがこの判例のポイントとなっています。で、この判例の結論はですね、このようにですね、まず会社に対する関係では無効となります。そして、ただし、まあ、譲渡当事者間ですね、この間では有効となると、このようなですね、結論になっています。会社に対する関係では無効、そして譲渡当事者間では、有効という結論ですね、になっています。で、この判例の結論もですね、チェックしておくべきポイントなんですけど、合わせてですね、この会社法127条、それから107条ですね、ここもですね、この判例の、関連する内容となっていて、また基本的なところでもあるので、ぜひですね、押さえておいていただきたいところです。まずこの会社法127条にですね、定められていることというのは、株主はその有する株式を譲渡することができるということがですね、127条に記載されています。ですけど、一方ですね、この107条ではですね、こうしたまあ株式の内容についてですね、特別の定めっていうことがですね、内容がまあ規定されていて、その中の一つにですね、まあ、このような内容が書かれています。まあ、譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要すること。あ、そうした事項をですね、定めることができますよっていうことがですね、この107条には書かれています。まあ、それが今回の判例で言うと、この定款による譲渡制限ですね。定款でですね、この譲渡の制限をまず定めていたということになります。で、これに違反したこの株式譲渡ですね、今回のこの A が行った株式譲渡、これは有効かどうかっていう点については、会社に対する関係では無効、そして譲渡当事者間では有効と、このようなですね、今回の結論になっているという点をですね、理解していただければと思います。まあ、過去ですね、この判例出題されているんですけど、問われているところもですね、こうした会社法127条、それから107条、こうしたですね、基本的な知識、ここのところをですね、問われています。で、もちろんですね、この判例全体の事案もですね、理解しておいた方がいいと思いますし、結論のポイントですね、ここも押さえていただければと思います。それでは本日は以上とさせていただきます。まあ、今後も行政書士受験に必要な勉強方法をお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。